皆さん、今日はたくさんお集まりいただきましてありがとうございます。改めまして、この度小樽市長に就任いたしました、波佐間俊哉でございます。どうぞよろしくお願いいたします。昨日、当選が決まりまして、まだ実感が正直湧いておりません。と言いますのも、おとついの土曜日まで遊説車にまだ乗っていた、そういった中で初登庁ということで、まだまだ皆さんの前でどのようなことをお話ししようか、頭の中で整理しながら今この会見に臨もうかなと、このように思っておりますので、よろしくお願いしたいというふうに思っております。じゃあ、座らせていただいたご支援、それからご期待に応えて、姿勢を着実に前に進めていかなければいけないなというふうに思っております。今回の選挙の、勝因といいますか、それはそのこと細かにまだ分析する時間はありませんけれども、一つにはやはり35年間、行政の経験があったということで、即戦力という部分については少なからず、ご期待があったのではないかな。そう思いますと、直ちに、小樽の場合多くの課題が今多くの課題が山積しておりまして、短い間でしたけれども、今総務と打ち合わせをさせていただきましたけれども、しっかりと、政策事業を前に進めていく議論を、進めて、即戦力としての期待にまずお応えしていかなければいけないんだろうなというふうに思っております。この間大変議会との関係、経済界との関係ということが取り沙汰されておりますけれども、まずはやはり私の役割としては、議会との関係あるいは経済界との関係、これをしっかりとですね、正常化させていくということが求められるというふうに思っております。でなぜならば、議会もそれから経済界もともにやはりまちづくりを考えて、まちづくりを進めていく、その関係にあるわけですから、しっかりと両者と議論を重ねながら、また考え方の違いがあったにしても、その中で最善の解決策を見出していく、これがまたリーダーとしての役割ではないかなというふうに思っておりますので、このまずはやはり経済界議会との関係を正常化して、議会との間では市民の皆さんの生活暮らしを守るための政策事業を着実に進めていかなければならないし、この間3年間見ておりましたけれども、経済界との関係は特に途絶されているといいますかね、ほとんど関係がなかった、そういった状況の中で、一例を挙げますと、2030年には北海道新幹線が開通する、しかもアサリではもうトンネルの工事にも着工されたという中で、この新幹線を活用した街づくりの考え方というのがほとんど前進していないということを考えますと、しっかりとこの問題については経済界の皆さんと議論を重ねていかなければならない、スタートさせていかなければいけない、そんなような思いでおります。それからもう一つは、この3年間ではありません、すみません、私が辞めてから1年8ヶ月経ちます。でこの1年8ヶ月というのは、市役所を離れて、ご存知のように小樽未来会議という政治団体を昨年の、4月に立ち上げまして、多くの市民の皆さんからいろんなお話を伺ってまいりましたけれども、前市長がなぜ誕生したのかっていうことを考えたときに、やはり多くの市民の皆さんは小樽の町を変えてもらいたい、きっと変えてくれるだろう、そういう大きな期待感があって、森市長が誕生したんだというふうに思っているんです。で何を変えてもらいたいかっていうのは、市民の皆さんは一人一人によって考え方は違うでしょうけども、一つやはり共通点として私なりに感じたことは、市役所の体質といいますか、市民の職員の
市民に対する接し方といいますか、まあ、そういったことも含めて市役所に対しての一定程度批判があるなということは、まあ、感じておりました。ですから対外的にというよりは組織の中を見たときにはやはり職員の意識改革ということも、まあ、ある程度進めていきながら市民の皆さんに信頼され評価される姿勢、市役所づくりというものも改めてやはりこれはこの問題についてはどの市長がなったどの市長の時代にもそのお話は出てましたけれども、まだまだ市民の皆さんの中にはそういったお考えのお持ちの方々もいらっしゃるということを考えますと、しっかりとこの問題、市役所の職員の意識改革といいますか、そういったものにも取り組んでいかなければいけないなというふうに思っております。まあ、これがある意味こう大きな枠組みとして私がやっていかなきゃいけない事業といいますか考え方なんですけれども、まあ、政策面でいきますとやはりこの3年間で、は悪くなった財政の問題、それから多くの市民の皆さんから要望のある除排雪の問題、この問題については、まあ、早急に取り組んでいかなければならない問題だろうなというふうに思っております。悪くなったものを元に戻す、これがまず優先ではないかなというふうに思っております。まあ、その上で、何と言いましょうか、新規の事業を考えていくということは進めていきたいなというふうに思っておりますけれども、まあ、基本的には私が掲げた公約というのはご覧になられたと思いますけれども、大枠で書かれてあります。こと細かにどんな政策をやるかというところまではあまり書いていないんです。というのはやはり、市民の皆さんのご意見もしっかりとお聞きしながら細かい政策については考えていきたいなというふうに思っている部分もあるからです。ですから職員にはその現場、よく現場主義って言いますけれども、市民の皆さんの生活の現場ですとか教育の現場ですとか、あるいは経済の現場ですとか、どんどんそういうところに入っていって現場の意見をしっかりと聞き取って、それを、まあ、我々の場合法律だとか予算という制約はありますけども、まあ、そういった中でしっかりとそれにお応えしていく、そのことが市民の皆さんにも納得いただける町づくりにもつながっていくのかなというふうに思っておりますので、一つそういったことを政策をこれから積み上げていく中で現場主義を貫いていきたいなというふうに思っております。まあ、その上で私としては、この選挙期間中掲げてある、今停滞感なり閉塞感が漂っているこのホタルを打開して再起動というのを掲げておりますので、ホタルをしっかりと前に進めていきたいなというふうに思っております。まあ、昨日当選の時にもお話をさせていただきましたけれども、この間は市長選にチャレンジしてまいりましたけれども、ホタル未来会議というものを立ち上げた通り、やはりこれからのホタルの将来未来というのを今からしっかりと考えていかなければいけない、そういう思いの中で引き続きこれからはホタルの将来未来へしっかりとチャレンジしていきたいなというふうに思っております。そういった意味でしっかりと市民の皆さんのご支援あるいはご期待にお応えをしながら、将来にしっかりと道筋をつけていくということが私に求められる役割ではないかなというふうに思います。ちょっといろいろ伺いたいことあるんですけど、まず、まあ、選挙終わって次の日ということで一番お伺いしたいのが、投票率が一応過去最低ということで、60% を下回りました。でその点について、私としてはどのようにこう政治へのいわゆる関心の高まりが、まあ、そこまで高まってこなかったというふうにも捉えられたり、何かしらの改善の余地はあるのかなと思うんですが、その点についてはどのように市長は捉えて いますか。確かに、まあ、いろんな要因はあると思うんですよね。まあ、一般的にはやはり、まあ、出直し選挙についてのあまり関心が高くなかったということもありますし、それからやはり経済的な関係でいきますと、ね、やはり観光7月8月というのは小樽観光の、まあ、繁忙期でもありますし、まあ、そういったことも少なからず投票率が上がらなかったということに関わりがあるのかなというふうに思っておりますけれども、まあ、それへの改善策についてはちょっと私が、
市政そのものへの関心が低いのかどうか、それはちょっとね、簡単に直結できるかどうか正直分かりませんけれども、まあ、もしそうだとすれば、やはり多くの市民の皆さんにこれから市政に関心を持ってもらうために、分かりやすい市政を進めていきながら、市民の皆さんに市政について関心を持っていただくっていう進め方をしていかなければいけないなっていうふうに思ってるんですね。で、私も未来会議の代表として街頭に立った時にお話をしてきたのは、やはりその何て言うんでしょうか、市民の皆さんが市政に関心を持っていただく、市民の皆さんが一人一人関心を持っていただくっていうことで、いい街づくり、より良い街づくりができるんだっていうことでお話をさせてきたんです。ですからそういった形で市民の皆さんに市政について、まあこれはこれいろいろ考えてもらえてるかもしれませんけれども、まあ開かれた市政といいますか、分かりやすい市政に心がけていくっていうことが大切だというのを、おかげさまで、はい、読売新聞の青です。よろしくお願いします。選挙戦では、対立候補が、しがらみ政治からの脱却というのを掲げて戦ってですね、それに一定の賛同の声が、あったのではと思うんですけど、選挙戦は終わりましたけれども、その点について長からの考えというかですね、私はこう思うんだけど、森候補が獲得した1万9000票余りの、なんて言うんでしょうか、検証分析っていうのはやはり改めて知っていかなければいけないなというふうには思っております。ただしがらみの問題については、多分保護者体制の問題との関わりもあるんだと思いますけれども、これまでも申し上げてまいりましたけれども、あくまでも私はその5社によって担ぎ上げられた主張ではないんです。自分が自らこのままでは小樽の将来を描けない、そういう危惧心配があって自ら立候補しました。結果的に5社に支えられていただきましたけれども、それはそれで一つ一つの組織団体と政策協定を結びながら合意形成に至ったわけですから、これまでの同じ5社に支えられた選挙ではありますけれども、これまでの関係とは違うというふうに思っております。それともう一つは、しがらみ、すなわちその5社体制が批判されてきたことの理由というのは、やはりこの1年8ヶ月の間、市役所を辞めて市民の皆さんにいろいろなお話をお伺いしましたけれども、その中には市民という感覚、言葉がないわけですよね。ですからそのことは、私は一定程度そういったご批判があるなっていう思いではいましたけれども、実際やめて市民の皆さんのお話を聞くと、実際やはりそういったお考えがあるということがよく分かりましたので、市政の推進にあたっては、市民の皆さんですとか、まちづくり団体の皆さんだとか、そういった方々のご意見もお伺いしてまいりたいなというふうに思っておりますし、この間の選挙活動にあたっても、未来会議という市民の皆様の集まりであるその政治団体に支えられてきたという事実もありますので、それを踏まえてしっかり市民の皆さんのお考えやご意見をまちづくりに反映させる仕組みというのは考えていきたいなというふうに思います。岡田方申します。先ほど小樽市にはさまざまな課題があるとおっしゃった中で、人口減少というのが一つあると思うんですけれども、それについてどうお考えなのかと、それに対する対策というのは何かお考えでしょうかという意見をお願いします。よく聞かれる質問だと思うんですね。ですけど、これをやれば人口減少に歯止めがかかるというものは基本的にはないと思っています。教育の分野ですとか、生活環境の分野ですとか、経済の分野ですとか、それぞれの異なる分野の政策をその関連付けながら、一つの戦略として、パッケージ化することによって、人口減対策というのは考えていかなければいけないんだろうなというふうに思っております。ただ小樽の最大の特徴は、若い世代、働く世代の人口の流出が多くて、それが人口の減少に
拍車をかけているっていう実態があるわけですから、そこはしっかりとそこにターゲットを絞って対策考えていかなければいけないなというふうに思っているんです。で、以前と違って仕事がないから若い世代の方々が外に出ていっているっていうわけではなくて、今の状況の変化、社会状況の変化で仕事はあるんですよね。どこの会社に行ってもどこの企業に行っても人手が足りないって言われている中で、なぜ小樽に人口がとどまらないのか、なぜミスマッチ、求人と求職との間にミスマッチが生まれているのか、そこはしっかりと検証していきながら対策を考えていかなければいけないんだろうなというふうに思っています。ありがとうございます。北海道新聞の渡辺です。よろしくお願いします。市長になられて右腕としての副市長人事についてもお考えにならなければならないと思うんですけれども、今どなたかお考えになっているかと思いますか。正直言いますと、昨日の9時まで当選するかどうかわからない状況の中で、副市長の選任についてはまだ思いに至っておりませんけれども、2ヶ月もの間市長副市長が不在だということもありますし、副市長はいつからいないんだ、去年の11月からいないんですよね。長期にわたって不在ですので、早急に片付けなければならない課題だというふうに思っておりますけれども、いつまでに、そして町内なのか町外からの登用なのかということについてはまだ決めておりませんので、できるだけ早い時期に決めたいなと思っています。町外からの起用も検討されます。検討します。はい、町内会で検討します。おはようございました。北海道新聞の西です。先ほどちょっと質問を考えましたけど、町外からの起用も検討、選択肢になるということなんですけども、その場合、町外というのは、民間の方を想定しているのか、それとも、市の退職された OB の方というのを対象にされているのか、ちょっとそこら辺は。いや、それもまだ決めておりません、どこにするかは。ただ、町外も含めて幅広く考えていきたいというふうに思っております。民間もあるかもしれません。それから市の退職されたもあるし、はい、という方含めて幅広く考えていきたいと思います。ありがとうございました。北海道弁護士新聞の出直し挑戦ということで、予算のカラーってなかなか自分でつけづらいと思うんですけど、その中で予算、除雪の費用だけまだ予算化されてなくて、算定も迫ってますけど、そうですね、具体的にどういった内容、さっき戻すっていう気はありますけど、もう間もなく算定なんですよね。私着任したばっかりなんですけども、1ヶ月もすれば第3回定例会が始まりますけども、今おっしゃられたように第3回定例会の目玉っていうのは除排雪ですから、基本的にはこれ建設部ですから、建設部の話を聞きながら考えていかなければいけないと思っておりますけども、従前の除排雪のやり方というのは、小中学校の3学期始業式前にはスクールゾーン通学路の除排雪が完了しておりました。今その状況ではないという市民の皆さんのご意見を伺っております。それからこの2年間、昨年ですと市内の最上線、それから今年の冬は入船中通線っていうんでしょうか、非常時ではないにもかかわらず、バスが交差できないということで路線がストップになりました。ですからそういったこと、それからもう一つ市民の苦情が多いのは、沿道に積まれた高い雪山で交差点付近の見通しが悪くなっている、こういったご意見が多いように私は感じておりますので、まずその解消ができるかどうかっていうことを、お金の面は分かりません、これから担当部の話聞きますけれども、やはり市政というのは、やはり市民の皆さんの声を可能な限り反映していくっていうのが望ましいと思っておりますので、これだけ多くの皆様から除排雪の問題が指摘されている、
しかも今3点ぐらい申し上げましたけれども、その点について改善してほしい要望がある以上はですね、そのことについてしっかりと、建設担当である建設部と、議論をしていかなければいけないだろうな。でそのことがやはり市民の皆さんの冬の生活の安全安心に備えるということにつながっていくというふうに考えておりますので、まずはその点についてしっかり議論、町内で議論させていただきたいなという。短いですね、3点に間に合わせる可能であればですね。ありがとうございました。人事なんか不定期ですけどね、なんか手をつけるお考えとかは。大規模にはやりません。全庁的にはやりません。場合によっては小規模一部、限定的にやることはちょっと考えておりますけれども、全庁的に大きな人事異動というのは、半年もすれば定年退職者が出てきますから、今やることはあまりいいことではないと思っているので、必要最小限で あるかもしれません。ここは、ありますか。はい、このペーパーにあるその財務収支って言ってもらうと思うんですけど、地方の国の発電所に協力があるというで、市役所に対する、不満といいましょうか、そういうのは市民の方に、声を聞いてあるというのは実感されていて、それを改善していくことが、市役所への信頼を出したということだと思います。ここで対話が大事ということをで、例えば具体的にですね、市民の方から、どのようにして意見を聞いていくのか、今でいくと、町内会対象の方々と懇談する展開があったりするんですけれども、それとは別に、なんかそういう市民の意見を吸い上げるため、顔を引き止めて、以外とかに吸い上げるため、そういうような発想で考えていらっしゃるみたいな。基本的にはこれから考えていかなければいけないと思っておりますけれども、今ある、なんていうんでしょうかね、今もう既存の、既存のそういう、なんていうんでしょうか、意見を聞く場があったとしても、それが本当にその形式的ではなくて、本質的にそこで議論がなされているかどうかっていうことも、改めて見直していかなければいけないんではないかなというふうに思っています。その上で、それで不十分であれば、新しい方法も考えていかなければいけないと思ってますけれども。それはやっぱり私が総務部長の時にうちの部下たちが作ってくれた自治基本条例というのがありますので、その自治基本条例に基本的にはそれに沿う形で市民の皆さんのご意見を可能な限りお聞きしていきたいなというふうに思っています。具体的に何かこう、何て言うんでしょうか、そういう場を作っていくかどうかっていうのはこれからまず考えますけれども、今あるものが実質的に議論されているかどうかというところをまず見直していきたいなと思います。よろしいですか。それともまた設定なんですけど、同じペーパーの3、2番目を読んで未来を作るということで、歌子の整備というのが触れられて、それと話は新幹線駅の整備があるかということだと思うんですけども、歌子の整備、現在法案制度として、策定作業を中断してますけども、それも公安取扱貨物量の問題でしたですよね。将来的に伸びていかない中で、公安計画を作ることに意味があるのかどうかっていう議論があったと記憶しておりますけれども、私も詳しくは承知しておりませんけれども、必ずしもその取扱貨物量が、公安計画を制約するものなのかどうなのか、もっと違う見方で、じゃあ観光面でクルーズ客船をこれだけ増やしていきましょうかっていう考え方もあるでしょうし、もちろん伸びないにしても、例えば室蘭と宮古の航路は物流と観光の活性化っていう面で期待はされておりますけれども、
やはり今長距離ドライバーが不足しているという中で、港の役割ですとか海上輸送の役割ってまた別に見直されているわけですから、そういった観点で港湾計画の中に盛り込んでいけるかどうかっていうことも含めながら、その港湾計画の策定について前に進めるかどうかっていうことは担当部と協議していきたいなというふうに思っております。具体的には策定作業を再開するというふうに、私は前に進めたいなというふうに。よろしいですか。はい、他はございますか。よろしいでしょうか。時間もちょうど来たようです。はい、じゃあ、まずいところで、本日の記者会見を終わりたいと思います。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。皆様には今後いろんな形でお世話になると思いますけれども、何卒よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。